を変えておくことでやってます。キャッチしたら持ち上げる。飛んだ瞬間にHey guys, welcome to T.G.K. Light Up TV! ということで、今回はですね、スペシャルゲストをお招きしております。自己紹介お願いします。はい、スポーツトレーナーの直本美穂です。よろしくお願いします。はい、お願いします。実はですね、今、グリーンピアやめっていうところに来てまして、何をしているかというと、もうキーパーコーチの人たちだけ集まって、ちょっといろんな撮影とかをしてて、それプラス、技術の研修だったりとか、あとは指導力を上げるためにとか、選手をもっと効率よく伸ばすために、配球だったりとかトレーニング方法だったりとかっていうのをこうみんなで集まってやってるわけなんですけれども、そこに、トレーナーとしていろいろトレーナー的な観点でトレーニングをいろいろ組み立ててもらったりとか、動き見てもらったりっていうことを今日やったんですけど、今日一日やってみてどうでしたか？そうですね、男性も、女性も、それぞれ人それぞれみんな違った癖とかがあってくるので、そこをちょっと、改善したりとかしてたんですね。で、今日特にやったのが、スクワットですよね。はい、よくありがちなミスとかがあったりとかして、でちょっと私がやったところをお見せしようと思うので、こちらをご覧ください。どうぞ。もう一緒で多分瞬間に入ってるこれだったら普通に前に出る一回じゃん、こう入った時にもう一回こうなんかこう開いてる感じがする。膝が飛ぶ瞬間、女性とか多いんだ。はい、で見てもらいました。で、今実は自分ドクターストレッチっていうのに言ってて、こう自分の体の癖とかもある程度分かってて意識はしたんですけど、結構女性特有のミスになってた、ミスっていうかあんまりよろしくない動きになってたっていうことなんですけど、どういうところかちょっと解説してもらっていいですか？そうですね、映像見てもらったら分かると思うんですけど、膝が内に入りやすいだとか、普通のスクワットができたとしても、飛ぶ瞬間に内に入っちゃう。瞬間的にパッて入っちゃう。歩く時に体重をかけたら内に入っちゃうがやっぱ女性多いので、女性特有なんですよね。特有、女性の方が多いですね。男性もいるけどってことですね。ああ、なるほど。だから大きく考えると男性ってやっぱガニ股、女性ってこうキュッてこうくっつけて歩く人が多いので。ああ、なるほど。それでもなってたらなんかダメなこととか、なんか不都合なことってあるんですか？そうですね、やっぱりこう膝が内に入ることによって、日常生活っていうよりもスポーツ場面ってなると、やっぱ強い負荷とかもかかってくるので、膝の靭帯が怪我しやすくなったりとか。ああ、なるほど。あとはもうなんていうんですかね、力がうまくこう、大きい力を出せないだとか。ああ、なるほど。それやっぱ崩れやすくなるから。姿勢がですね。ああ、なるほど。確かに、自分はキーパーなんですけど、飛んだりとかするときにやっぱりジャンプするとき大きい力必要になったりとかするんで、それはちょっと直したいなとは思うんですけど、でももう結構癖にはなってきてるじゃないですか。そうですね。なんかこううまく、もう私だけじゃなくて多分サッカーしてる女子とかと見てくれてる指導者の方とか、男子の選手もそうですけど、なんか改善できそうな方法とかってあったりするんですかね？全然あるのはあるんですけど、じゃあ例えば、よく女性はやっぱりこうだんだんこう X 脚って言われる内股の時とか、やっぱどんどんお尻とかも垂れてきちゃうんですよね。普段がうまく使えてないので。なるほど。なのでちょっとお尻のトレーニング。はい。この外側を特に鍛えたいので、外側ですね。普段がこう、膝が入り込んじゃってるので、こっちが全然使えてない状態に今なってると思うので、そこからやっていきましょう。じゃあちょっとやっていきましょう。はい。はい。実際やってみてどうですか？そうですね。結構グラグラする感じはあるかな。ですね、見た感じもちょっと上の方もきつさが、顔も上がってる状態なので、もうそこは楽にこういう風に、はい、やってもらっていいので、あとは結局骨盤というか、ここがだんだんやっぱこの体勢だと開いてきちゃうので、これあんまりよろしくないので、開くと良くないですね。そうですね。なのでしっかりここは立てていただくんですけど、これだとやっぱバランス取りにくいと思うので、下の足をちょっと曲げていただいて、この状態でちょっと上げてみましょうか。はい。じゃあ3回ぐらいいきます。はい。どうですか？さっきよりはグラグラしなくなりましたね。で、まあこれをだんだん慣れていくと思うので、きつさが出てこないと思います。はい、そういった場合は、まあチューブだったり、ゴム製のここにつけていただいて上げていただいたり、まあ、または手伝ってくれる人がいるのであれば、こういうふうにちょっと押さえていただいて、これでちょっと上げてって言って、こうするとまた負荷が変わるってことですね。はい、変わってくるので。はい、ということで一つね、ちょっと内股を直すじゃないですけど、ちょっと改善できるようなトレーニングを1個紹介したんですけど、あれってもうパッパパッパ上げたり下げたりした方がいいです。何秒間かけてとかってあるんですか？まあ、少ない回数でやりたいのであれば、しっかり例えば5秒かけて上がって、ちょっと3秒ぐらいキープして5秒かけて下がる。でも下げた時に下の足にはつかないように。なるほど。はい、筋肉緩んじゃうので、もう下の足につく前にまたすぐ上に上げるように。なるほどですね。はい、するといいです。わかりました。はい、まあ他にも多分いろいろあると思うので、例えばそういうトレーナーさんとかがいる人はそういう自分の動きとかも、癖とかもそれぞれ人それぞれあると思うので、それを見てもらって改善するともっとパフォーマンスが上がってくる、につながっていくので。なるほど。やっぱ1回やっただけじゃダメなんですよね。全然、はい、もう継続的に3ヶ月は3ヶ月、なんていうんですか、変わったねってなるには、そんな1日2日1週間2週間とかで変わるもんではやっぱないので、じゃあもう継続が大事です。はい、それはストレッチも一緒なので。なるほどなるほど。お尻とかもやっぱ動かすと思うんですよね、運動してる子って。はい、だけどそれをしっかり伸ばせてないと、そこが硬くなって姿勢不良にもつながってきたりするので、ストレッチは毎日行って、トレーニングとかはまあ高い負荷でやる時とかだったら23日に1回とかでもいいので、23日に1回ですね。はい、なるほど。まあ週に3回程度34回程度できて、ストレッチをしっかり毎日行ってください。わかりました。はい、ぜひね、皆さんも役に立てて、指導とかもそうですし、あとプレーもですね、役に立ててもっともっとパフォーマンス上げていってほしいと思います。はい、では今回はなおさんありがとうございました。では以上、また次回の「ライトアップTV」で会いましょう。